マッドネスは、1970年代末から1980年代に、活躍した、イギリスのネオスカバンド。1976年、ロンドンにて、マイク・バーソンとクリス・フォアマンとリー・トンプソンの3人が、ザノース・ロンドン・インベーダーズを結成。1978年、グラハム・マクファーソンとマーク・ベド・フォードと、ダニエル・ウッド・ゲートが加わって、ザノース・ロンドン・インベーダーズ&、 モーリスザ・マイナーズと名乗って活動した後、名前をマッドネスに改名した。マッドネスとして1979年にアルバムンステップビヨンドをスティッフレコードから発表。サックスを含んだ斬新なネオスカサウンドが話題になった。日本でも渋谷陽一が NHKFM で同曲をオンエアした。1980年始め、カサル・スミスが加入する。 1982年にはシングルアワーハウスを発売し、同曲が1983年に全米チャートでもヒットしたことでアメリカ進出に成功した。1984年マイクバーソンが脱退しアムステルダムに移住する。その2年後の1986年解散してしまう。1988年にマクファーソン、スミス、 コアマンとトンプソンの4人が、ザ・マッドネスという名称で活動を再開し、アルバムを1枚リリースしている。1992年、オリジナルメンバー7人で再結成。バンド名は再び監視の取れた、マッドネスになって、現在に至る。その後、ロンドンオリンピックの式典に参加し、アワハウスを演奏した。ありがとうございます。